ノーマルエンド16、だるま職人。いやでも幸せそうだったからいいわ。雪玉完成させるルートはちょっと最後に取っとくか。あ、ここだね。一番楽しそうなの。シェイラを突き飛ばそうぜ。ドーン。あなたはシェイラを雪の壁に向かって突き飛ばしました。軽く突き飛ばしたつもりなのですが、シェイラはものすごい勢いで飛び、雪の壁に突き刺さりました。かわいそうかよ。おい、手加減しろ、手加減を。あ、そっか、物理特化型だもんな。もごもご。その後、シェイラは雪の壁からなんとか脱出すると、笑顔であなたに、あ、楽しいかよ。よくもやったっすね、山田の兄貴。ああ、もう。その後は、勇者一行は雪遊びに没頭し、雪を存分に満喫しました。ああ、そういうことね。ああ、これ雪玉がないからやべえな。ってことか。爪が赤いって言ってみるか、普通に。爪が赤い色に染まっている。もうこれ真っ当な勇者の意見だ。本当だ。ならばこいつとの戦闘は避けた方が良そうな。あ、これで変わらずで、そっか、雪だるまがねえんだ、ここで。雪玉を投げる石。いや、柔らかいやつ投げてみよう。モンスター白雪、魔物の攻撃。雪玉を山田に投げつけた。うわ、冷たってなった。なんだこれ。普通に雪合戦じゃねえかよ。何かを察したジバンは雪玉を雪魔物に投げつけた。雪魔物から笑みがこぼれる。楽しいかよ、ただの。集団心理の同調現象により、シェイラは雪だるまを雪魔物に投げつけた。みんなは友達になった。素敵なルートじゃねえか。その後少しの間遊び続けた。白い雪魔物は満足そうにその場を去っていた。これだけでよかったんかよ。私、初めて魔物と遊んだっす。俺もだ。一体何だったんだろうな、あれは。まあ、このルートもいいな、でも普通に。魔物と仲良く遊ぶという、なかなか不思議な体験をした勇者一行は、その後も歩みを進めます。ああ、普通にこのまま続いていっちゃうんだ。ちょ、セーブしとくか。じゃ、やばそうだけど、地盤を突き飛ばしてみるか。魔法で吹っ飛ばされちゃいそうだけど。あなたは地盤を雪の壁に向かって突き飛ばしました。軽く突き飛ばしたつもりなのですが、地盤をものすごい勢いで飛び、雪の壁に突き刺さりました。まあまあまあ、そうなるわな。わあ、ちょっと大丈夫っすか、地盤の兄貴。地盤は、もがき雪の中からなんとか脱出すると、こちらに笑顔、な、お前もそのタイプかよ。わ、そのタイプじゃねえ。そして静かに杖も向けてきました。あ、これバッドエンドかな。後悔しろ。ジバンが呪文を唱えると、周りの雪があなためがけて一直線振りか、無敵すぎんだろ、それは。わぁ、ちょっと二人とも何やってるんすか。死を覚悟しましたが、その雪の塊たちはとても柔らかく、簡単に突き破ることができました。シェイラはほっと胸を撫で下ろしました。ジバンはにやりと笑います。その後も勇者一行は雪遊びに没頭し、雪を存分に満喫しました。なんだこれ。あ、このままで進むんだ。じゃあ、ついでにここ雪玉投げる肩やってみるか。あなたはしっかりと手の中で固めた雪玉を投げつけた。ヒット、雪魔物に10のダメージ、雪魔物は不敵に笑う。まあ、そうだろうな。なんだこれ。で、結局友達なんでしょう。おもろ。まあ、だからどっちにしろ、石さえ入れてなきゃ友達なんだな。まあ、石入れるルートも見たいけどな、ちょっと。あとやってないのは、シャボン玉を飛ばすか、じゃあ。あなたは昨日買ってもらったシャボン玉セットを取り出し、そしてシャボン玉を作り始めました。そういえば買ってたな、そんなもの。わー、いいっすね。あなたによって次々と作られるシャボン玉は空に舞いキラキラと、あ、雪とシャボン玉合いそうだもんね。その薄く綺麗な球体は表面に結晶を作り、次の瞬間パリンと割れ、パラパラと小さな雪粒を散らします。あ、すごい素敵だね。この銀世界に溶け込むように姿を変えるシャボン玉は幻想的で美しい。あなたはそのように感じました。こんなに寒いとシャボン玉も凍るんすね。綺麗っすね、兄貴。なんだその表情は。シェイラは嬉しそうに目を細めながらあなたにそう言いました。あ、告白す、あ、そういうことか。これは、面白ルートになってる。シャボン玉買ってもらってよかった。君の方が綺麗だよと、口説いてみる。君の方が綺麗だよ。あなたはシェイラに口説き文句をかましてやりました。あ、シェイラが。は、え、急に変なこと言い出さないでほしいっす。あなたは怒られてしまいました。その後も勇者一行は雪遊びに没頭し、雪は、あー、これ変わんねえんだ。じゃあ、ついでに、雪玉を投げる石やってみるか。あなたは雪玉の中に石を入れ、そしてな、こんなもやっちゃダメだからね、普通。100のダメージ10倍かよ。
頭から赤い血を滴らせる雪魔物は山田を睨みつける。そうなるわ。モンスター白い雪魔物の攻撃。雪魔物は大きく飛び跳ね、そして着地した。すると、その反動で勇者一行はもちろん、地面に積もっていた雪芋が宙に浮かびます。すごい強いんだな、こいつ。一瞬の出来事で反応が遅れ、そのまま三人は雪ともにかな。雪ともみくちゃにされながら地面へと叩きつけられました。ああ、バッドエンドか。受け身を取れたあなたでしたが、雪に埋もれ、身動きが取れません。本来ならば瞬時にジバンがあなたを見つけ出してくれ。いや、二人とも死んでるってこと。シェイラが治療してくれるはずなのですが、一向に助けが来ません。二人も雪に埋もれ、身動きができない状態なのでしょうか。そんなことを考えているうちに、だんだん寒く眠たくなってきます。あなたは意識を手放しました。ああ、ちょっと悲しい。魔物からの攻撃を受けボロボロになり、雪の弊害によってさらに衰弱してしまった勇者一行は一読に、あ、帰れたんか、生きてたんかい。雪の被害から免れ、一人で必死に雪に、二人を救出したシェイラでしたが、あ、シェイラが、身体ダメージはあまりなかった勇者一行でしたが、孤独と不安と戦いながら二人を探したシェイラの心のダメージは重大なものでした。あ、シェイラが、もう少しも離れないっすよ。そう言いながらシェイラはジバンと勇者の手を常に握るようになれば、可愛いやん。ジバンは仕方ないなとその状況を受け入れましたが、勇者はそういう意味、可愛い女の子と言うと、あ、照れくさくなりて、あ、早えな。勇者がその状況になれるまで勇者活動なんだ、それも。恋か。ノーマルエンド13、いつでも一緒、幸せじゃねえか。幸せじゃねえか。なんだこれ。じゃあ静かにウィンクするか。あなたはウィンクをぶちかましました。何このやりとり、超おもろいやん。負けじとシェイラも応戦してきます。一体何をしてるんだ。その後も、あー、雪遊びに没頭したの今ので。じゃあそうだねと同意する。そうだね、あなたは同意します。うふふ、シェイラは嬉しそうです。その後も勇者一個は雪遊び、あー、これ変わんねえんだ。じゃあ普通にこいつを見ていくか。あなたはそそくさとその商人に近づいていきます。おー、どうぞゆっくり見てください。ジバンとシェイラもその後を続きます。その後を続きます。何を売ってるんだ?ここは私特製の傘を売っています。こんな雪の中何も対策せずに進むなんて寒いでしょ?よかったらお一つどうですか?安くしておきますよ。そう言いながら商人はメニューをあなたに渡してきます。そこにはいくつかの傘のラインナップが揃っていました。それを見たシェイラとジバンはこうつぶやきます。私は遠慮しとくっす。俺も別に。山田はどうする？わ、すげえいっぱいここでもあんの、ルートが。すげえゲームだな。じゃあどうしよう。やっぱり買わないわ。何も変わんなそうだな。空飛ぶ傘を買おうぜ。空飛ぶ傘を一つください。あなたは空飛ぶ傘を買うことにしました。ありがとうございます。空飛ぶ傘を手に入れた。これは一体どう、これはどういった機能の傘なんだ。刺していればわかりますよ。あ、飛ばされちゃうのかな、俺。そう言われたあなたはその空飛ぶ傘を刺してじっとしていました。すると徐々に足は地面から離れ、あなたは宙に浮かび上がります。わら。傘によるお空の散歩ができる、そんななんともメルヘンな気持ちが味わえる傘となっております。魔力は自動で収集する装置付きなんで、魔力切れを心配する必要もありません。お子様でも安心。大丈夫か?もう足しか見えねえぞ。そう商人が説明する間も、あなたはどんどん空高く浮かび上がっていきます。戻るときはどうするんだ?自身の魔力を使って、ああ、そっか、俺魔法使えねえから、戻ってきてください。兄貴は魔法が使えないんすけど。三人が話してる間にあなたはさらに空高く浮かび上がっていきます。かわいそうかよ。どれほど時間が経ったでしょうか。そこには宝石が散りばめられたような大きな星空がありました。あ、出た、この、たまに来るロマンチックエンドじゃん。その景色のなんと素晴らしいことか、あなたの心が満たされていくのを感じます。しかし勇者は高所恐怖症でした。まばゆく流れる流星群を横目に、あなたは意識を失いました。
商人から購入した空飛ぶ傘により天まで届く高さまで飛ばされた勇者は仲間たちに回収され、そのまま一度国に帰ることになれば回収してくれたんだ。結局もともと公主行主用だった勇者、この今回の件でそれはさらに悪化し、その日のことを夢にまで見るようになりました。このままじゃいけない、勇者はこの恐怖症を克服するために登山家になることを決心しました。なんで？勇者は山に登る日々を繰り返しました。その時勇者は気づきました。山から見える景色のその美しさに勇者は山に魅了されました。高所恐怖症を治すこととその景色を見ることを、その二つの励み、勇者今日も勇者は山を登ります。ノーマルエンド14、高みを目指して。まあ、勇者っぽいわ。なんでジバンとシェイラは空飛ぶ宝器で飛んでんだよ。でも苦手なことを克服していく姿勢がもうめちゃくちゃ主人公で。じゃあすげえ傘ってなんだろう。すげえ傘を一つください。あなたはすげえ傘を買うことにしました。ありがとうございます。あー、これか。好きだな。ちょっと一回やってみたい。店を後にし、勇者一行は魔王城を目指し歩き始めました。めっちゃ似合ってるじゃん。その道すがら、あなたは早速すげえ傘をかぶっていました。なるほど、空から舞う雪を防げて確かに寒さが和らぎます。あなたはいい買い物ができたなと満足しました。和風なチョイスだな、山田。なんでそれを選んだんだ？ああ、そういうことか。すげえ傘かなのかと思ったからだよな。すげえ傘の略なのかと思ったら違ったわ。あなたはそう答えます。そんなことだろうと思っていたぞ。その時ふと、ああ、これね。これ、持っている傘を、かぶせてあげたい、あげるのが多分ちょうどいいんだろうな。でもちょっと一旦、スルーしよう。このビニール傘を買っ、あ、やっぱり買わない。傘は特に必要ないだろう。そう思ったあなたは、自分も傘はいらないとジバンに伝えます。そうか、じゃあ行こう。あ、変わんねえんだ。あ、変わるわ。ちょっとお客さん。商人の呼び声を聞きながら勇者行く。あ、そういうことね。あ、なんか違うわ。あなた恐る恐る後ろを振り返ってみました。わ、怖っ。するとそこには先ほどの商人がいました。なんとあなたたちの後をつけているようです。どうしますか？立ち止ま、逃げよう。商人が来た、逃げるぞ。あなたは仲間に知らせるようにそう叫びました。え、どういうことだ？上、追ってきてるんすか、あの人。勇者一行は商人から逃げるために走り始めました。必死に走り続けて数分後、後ろを振り返ると商人の姿は見えなくなっていました。やったね。走ってまで逃げることはなかったんじゃないだろうか。あー、そういうことね。あー、なるほどね。なんだっけ、地蔵の下りとかも突破しちゃったんだ。じゃあちょっともう一回だけやっぱり買わない選んで、ちょっと同じかなと思って飛ばしちゃったから、背後から突き刺さるような視線を感じることに。何とも言えないそのねっとりした視線が気になって仕方がありません。あなたは恐る恐る後ろ振り返ってみた。で、ここに行って、まあ一応立ち止まってみるか。あなたはピタリと立ち止まりました。おい山田、どうした？うわ、あの商人の人、私たちの後つけてきてるっす。はぁ？後ろから来る商人にジバンとシェイラも気づきます。勇者一行にたどり着いた商人は語り始めます。はあはあ、傘をどうですか？安くしときます。もうどんだけ売りてんだよ。お前絶対魔王の手先だろ。そのしつこさに不信感を抱いたジバンがこう答えました。そんなことしてると客はもっと逃げていくぞ。というか少し怪しいな、貴様。何か変なものでも売りつける気なんじゃないのか？そんなことは。あ、それならここにいる地蔵様にあげるために傘をかぶっていうのはどうですか？変なもの売られても、所詮お地蔵様にあげるものだしなって思いません？そういう商人が刺した先には、頭に雪を積もらせたお地蔵様が立っていました。山田、どうしようか。これルートが結構無限大にあんな。まあ、無限大ではないけど。まあ、いらないと断るか。いらない。それでもやっぱりいらないものはいらない。そうあなたは商人に伝え、あなたはその場から逃げるように歩き始めました。ジバンとシェイラも何も言わずにあなたの後をついていきます。商人は諦めたようでもう追ってきませんでした。その場から少し離れた後、商人の様子が気になったあなたは少しだけ後ろを振り返ってみたところ。あー、なんだ、ちゃんといいやつなのか、お前。その商人が売れ残った傘をそっとお地蔵様にかぶせている様子が見えたのでした。この後おじさんと
お地蔵さんの二人には壮絶な運命が待ち構えていますが、それはまた、なんかね、まあ、ちっちゃい頃聞いたことあるような話だな、笠地蔵の。じゃあ、お地蔵に買ってあげよう。営業の厳しさを知り、商人に同情したあなたは一つ傘を買ってあげることにしました。傘を一つくれ。そう言うと、目を、あ、これまた同じくだりになるのかな。あなたは商人から、あ、そういうことね。すげ傘を買おう、じゃあ。傘を買ってもらった商人はお礼を言いながら満足そうにその場を去っていきました。さてその傘をどうするんだ。自分で使うのか、そこの地蔵にかぶせるのか。お地蔵様は頭に雪を積もらせ凛として立っていました。どうしますか。雪玉をぶつけるってのはおもろいけど、まあ持ってる傘をかぶせてあげるか。一応あなたはつい先ほど買ったばかりの傘をお地蔵様にかぶせてあげました。兄貴優しいんすね。するとお地蔵様から感じられた威圧的な気配は薄れます。お地蔵様がお礼を言っている、そんな風にあなたは感じました。さあ行こう。あなたはお地蔵様に一礼しその場を後にしました。このルートも一応残しといた方がいいのかな。地蔵を無視して進んでみよう。あなたはお地蔵様を気にも留めず歩みを進めました。すると次の瞬間足元に転がっていた石につまずき転んでしまいます。兄貴大丈夫っすか。心配してシェイラはあなたに駆け寄ります。しかしそれよりもあなたはお地蔵様から放たれる威圧感が気になって仕方がありません。お地蔵様が自分の傘を欲している、あなたはそのように思いました。どうしますか。あげねえよ。これは俺が買った傘なんだ。そう言いあなたは傘を両手で握りしめながら立ち上がりました。もうこれあげるしかねえじゃん。一体何やってるんだお前は。転んだせいで鼻血が垂れていきました。あなたはお地蔵様から放たれる威圧感がさらに強まっているのを感じます。それでもあげねえよ。このハゲめいい加減にしろ。そう叫びながら力強くあなたは立ち上がりました。その瞬間、あなたは治癒魔法をかけようとしたシェイラの杖をとぶつかりました。あなたは意識を失いました。あらら。なんだこのエンディング。男の大切なところを強打し、気を失ってしまった勇者は仲間に、あ、そうだね。勇者はその後とても苦しむことになってしまいました。そう歩くたび毎回転んでしまうようになってしまった。あ、呪いをかけられたんだ。シェイラが勇者を診察した際に分かったことは2つ。勇者に転んでしまう呪いの魔力がかけられていることと、24時間気合で耐えて一度も転ばなければ呪いが解けるということでした。勇者の転ばない戦いが今始まりました。魔王退治は一時休業です。なんだその戦いは。頑張ってんな転ぶ勇者。じゃあ一回もやってないビニール傘を買おう。ビニール傘を一つください。あなたはビニール傘を買うことにしました。ありがとうございます。店を後にし勇者一行は魔王城を目指し歩き始めます。その道すがらあなたは早速ビニール傘を差してみました。なるほど、空から舞う雪を防げて確かに寒さが和らぎます。コンビニかよ。あなたはいい買い物をした。あ、そっか、ここ変わんねえな。見てたらちょっと羨ましくなってきたっす。あ、あいあい傘するの。兄貴はなんでその傘を選んだっすか？そんなもん決まってんだろ。君とアイアイ傘がしたかったからだよ。あ、くどき始めたまた。え？あなたはそう言うとシェイラは少しだけ顔を桃色に染めました。ちょっといい雰囲気が二人の間に流れたその時でした。あー、これ変わらねえんだ。まあ普通に持ってる傘かぶせてやるか。あなたはつい先ほど買ったばかりの傘をお地蔵様にかぶせてあげました。兄貴優しいんすね。あー、これ変わんねえんだな。普通にあれなんだ。なんかその、すげ傘じゃなきゃいけないというわけでもなかったんだ。じゃあここで雪を見たかったっていうちょっとロマンチックなこと言おう。透明な傘なら綺麗な雪の景色がちゃんと見れるだろ。あなたは少しカッコつけてそう答えます。なるほど、そういった考えがあったっすか。素敵っす。あなたはシェイラから好感を持たれたようです。やりました。あー変わんねんだな。じゃあ地蔵無視して進むか。あー変わんねんだここも。持ってる傘かぶせてやるか。じゃあ、あーこれ変わんねんだな。いつかぶせても選ぶのが面倒だったんだよな。他の傘がよくわからないものばかりどれがいいか考えるのが面倒だったから一番無難な傘を選んだんだ。まあまあまあ確かにね。あなたはそう答えます。なるほど、でも兄貴にしては珍しい考えっすね。まあ確かにね。山田はむしろノリノリで面白そうな傘を選びそうだよな。確かにね。あ、変わんねえんだな。じゃあ、すげ傘バージョンもやってみよう。和風が好きだから。
あなたは君顔でそう答えます。シェイラはあなたを褒めたたえます。和風は嫌いなくせに、あ、ジバンじゃん言ってんの。似合ってるっすよ兄貴。あ、和風嫌いなんだ勇者。そしてじゃあかっこよさそうだからってのへやろうか。かっこよさそうだったからさ。あなたは君、もういつでも君顔か。うんうん、かっこいいっすよ兄貴。シェイラいい子だな。あ、変わんねえんだ。オッケー、じゃあいよいよエンディング回収するか。じゃあ一番最初のところで雪玉を完成させよう。あの全員を巻き込んだ後。じゃあ作ろうか。あなたたちは雪だるまを作り始めました。わあ、すっげえ危ねえな。長い距離を歩いてきたので、とってもとっても大きな雪だるまが出来上がりました。わーい、できたっすね。なんか変なものが混じってないか。無事雪だるまを完成させて満足した勇者一行は雪だるまに別れを告げ先に進み始めます。その後もあなたたちは奥へ奥へと歩みを進めます。すると雪で覆われていた銀世界は一変し、あ、ここ変わんないね。で、力を込めたんだろ。あ、噛んだ、ついに。第5話はまだ公開されていません。ここで一度セーブしておくと5話公開時に続きから遊べます。多分なんかい。セーブしとこう。わ、続きは頑張って制作している最中です。頑張ってください。もうすげえ面白かったです。もしよければ応援してくださると励みになります。それではここまでゲームをプレイしてくださりありがとうございました。こちらこそありがとう。わ、素敵な絵だなこれ。タイトルに戻ります。お願いします。誰も巻き込んでない雪だるまを完成させよう。あいつ巻き込んでたっけ。わーい、できたっすね。なんか、あ、混じってたわ。じゃあ変わんねえんだ、このエンディング。雪だるまを作ってこないと、しばらく歩き続けると足元に雪がだんだん少なくなり、水気が多くなってきましたって。あの雪だるまを作る下りがないバージョンになるんですね。そろそろこの雪地帯も抜けるだろう。かなり魔王城まで近づいてきたな。熱い。あ、これ変わんねえんだ。これ何もない状態で雪だるまを完成させてみましょう。あ、普通の雪だるまだ。長い距離を歩いてきたの、とってもとっても大きな、なかなかの出来栄えだなってジバンが言ってくれるんだ。無事雪だるまを完成させて満足した勇者一行は雪だるまに別れを告げ先に進みます。で、これでエンディングは同じなんだ。というわけで今あるところは全部回収できたかな。第5話が待ち遠しいですね。とりあえずこれでいいのかな。ストーリー的にも、ストーリーってなんだろう、もう全部見れたのかな。ストーリーとか、あ、こうやって見んのか。あ、なんか全部見たっぽいのかな。あー、なんか見てないとこもあんのか。いつなんだこれは。むず。あ、まだ全部回収できてなかったりするんだ俺。はあ、じゃあちょっとめちゃくちゃあんだな絵本当に。わあ、後半とかは全然撮ってなかったりするんだ。じゃあちょっとどうしようかな。めちゃくちゃ撮ってねえじゃん俺。まあでもエンディングは全部回収できたんですね多分。いや、よかったよかった。というわけで今回このぐらいにしときましょう。また気が向いたら撮ってないところを撮っていこうかな。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。勇者の選択肢がおかしい。とりあえず今出てる分はここまでで終わりみたいなので、一旦実況はここまでで終わりにしときます。で、第5話が出たらぜひやっていきたいと思います。めちゃくちゃ面白いので。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回。